ロンロンはソーチャンネルへようこそ。ソーチャン員のロンロンです。今日はですね、ちょっとね、食事ネタをちょ、これね、前々からね、っていうか本当に前々から、結構前々から、なんなら1年から2年ぐらい前から、日本帰ってきてからだから3年ぐらい、3、4年前ぐらいからずっと狙ってたお店がありまして、いつ行っても人が並んでて、なかなかね、並んでまでね、ご飯食べるってちょっと苦手で、まだね、日本の食事だったらいいんですよ。中華料理を並んで食べるっていうのがちょっと自分の中でなんかちょっと苦手で、中華料理ってそんなイメージないんですよね、正直。中国にいるとどこでも中華料理ですから、何料理にしても、四川料理にしても、何台南とかね、東北料理、どんべつあいとかね、上海料理とかね、まあ、あと北京料理ってあんまないですけども、北京ダックぐらいなんで、カオヤとかね、北京ダックですから、まあ、あとは重慶料理、チョンジツァイとかね、まあ、何にしてもそんなに並んでまで食べるっていうイメージってあんまないんです、ね。まあ、パッと行ってパッと食えるぐらいなのがまず基本ですから、それがね、私ずっとその狙ってた店がずっと並んでまして、いつ行っても、まあ、いつ行ってもっていうか、まあ本当金曜日とか土曜日とか日曜日しか行かないんですけど、これでも並んでる、なかなか行けないなと思って、で今ちょうどお盆で、もしかしたら店さえやってれば今だったら少ないんじゃないかと思って行ってきました。客少なかったです。っていうか並んでません。席も空いてました。もうそのままスルーで入っていけました。もうめちゃめちゃ嬉しかった。もうその時点で嬉しかったですその時点で本当に嬉しかったです。で、まあ5分ぐらいだったら並ぼうって思って覚悟していったんで、そのぐらいはだから 5,6 人だったらしょうがないなと思ってまして、いつもね 10人ぐらい並んでるんで、それに比べればなんてことないんだと。まあどっかっていうと、これね、上海小籠包で、上海の小籠包、まあ小籠包は、まあ、ちょっと厚めの生地で作られるのも上海小籠包って言うんですけども、マントって何て言うのかな、まんじゅうでいいのかな、うん、ちょっと厚い生地で上海の小籠包とかって言うんですけども、じゃなくって焼き小籠包っていうのがあるんですね。油を入れたこう大きい鍋でガーッと小籠包並べて、まあ蒸す小籠包とはちょっと違うんですけども、並べて油でこう揚げる、半分揚げ焼きみたいな感じで、最初は揚げてて、で油ジャーッと捨てて、で焼くみたいな感じのやり作り方するんですけども、これがねめちゃめちゃうまいんですよ。中国ね、これ中国の話ですけども、上海でよく私、そうですね、土曜日日曜日会社のお休みの日とかの朝とかになると、朝散歩行きながら食事を途中でして、でまた散歩の続きをする。まあ何しに行ってんだって、私は飯食いに行ってるだけなんですけど、歩きながら飯食いに行ってるっていうのが正確なところなんですけど、まあ、そういう生活をしてましたんで、もう本当にうわ久しぶりに食べたいなって思ったのがその4年前、まさにその日本に帰ってきて一番最初に食べたいなと思ったのは、もう他に好きなもんあるんですよ、他に好きな料理はあるんですけども、まずそれだったら日本で食えるんじゃないかと思って探して、最初の頃はなんか東京とかしかないみたいな感じだったんですけど、だからいつの間にかですね、名古屋にそういう店舗ができまして、で、まあ、小籠包、焼き小籠包屋さん、ヤンヤンっていうんですけど、まあ、どこかっていうと、笹島の交差点、わかりますかね、昔レジャックがあった交差点なんですけども、そこから、東の方へ、向かっていただくと、交差点から次の交差点に行く間ぐらいかな、にの右側に向かって、右側ですね、東の方を歩いていって右側の方にあります、ヤンヤンっていう
焼き小籠包屋さん、ちっちゃいお店ですよ。めちゃめちゃちっちゃい間口、めっちゃ細い間口で奥が広いっていうような作りですね、うん、あのうなぎの寝床みたいなこと言われるような、ね、なんかな、うん、まあとりあえずそんなこんなところで、あのまあ店内で食べる、もしくはテイクアウトできるっていう、どっちもできるんですけども、私せっかくね今日暑いですし店内で食べたいなと思って店内行きました。でまあいろいろ見てたら、まあ、普通の蒸し小籠包もあって、焼き小籠包もあって、まあそれも3個ずつで6個ぐらいあればいいかなと思って見てたら、あのネギそば、混ぜそば、拌麺みたいなやつが、拌麺でいいですよね、日本では何だ混ぜそばっていうのかな、油そばみたいな、そんなようなやつがありまして、でそれも朝やっぱ定番なんですね、中国だと。そういうそばと、小籠包とか、スープと小籠包とか、ラーメンと小籠包みたいな感じでこうセットで皆さん食べておられる方多くて、でまあそれを思い出して、あこのそばのセットにしようと思って、焼き小籠包3つと、そのそばの混ぜそば、拌麺みたいな油そばを頼みました。1080円だったかな、うん、安いです、あのまあ日本的にね、日本的には安いです。中国的に1000円もしませんからあれですけども、多分中国で頼むと、2つ頼んで20円ぐらいですんで、300円ぐらい、3分の1ぐらいで、まあ、食べることになるんですけども、まあまあそれはね、日本と中国のこうね、率の競争力、競争率の違いなのでしょうがないなと。食べました。でね、それがもうすごかったのが焼き小籠包、確かに焼き上がったばっかりだったんですね。ちょうど頼んだすぐ後に焼き上がりましたみたいな、こうちびん鐘がカンカンカンってなって、小籠包焼き蒸し上がりました、小籠包焼き上がりましたみたいなことを言ってましたんで、あ本当に熱々のやつが出てきました。でね、まあもう確実にこれはもう熱いなと、絶対暑いだろうと思って、まあ中国のもんでもね結構暑いでしたから、あの、まあ、絶対これも日本なんで、あの管理もちゃんとしっかりしてるし、ね、露店で売ってるわけではないので、まあ、これは絶対暑いんだろうなと思って、先にだから拌麺の方食べてたんですね。まあ動画撮ったりとかね、いろいろやりながら拌麺食べてたんですけども、あさすがにそれはね15分ぐらい経った後かな、ちょっともうそろそろ食べてもいけるかなと思って、レンゲにこう乗せまして、で、まあ、最初はああいうものっていうのはまず上の皮をちょっと開けて、そこからスープを吸うっていうのが基本なんですね、食べ方の、はい、それは中国人に教えてもらいました。でガブって噛みつくとすごい熱いから絶対危ないから、最初上の皮のところにちょっと穴を開けて、中にスープが溜まってるからそれをチューチューでね吸いなさいというふうに教わりましたので、やりました。でやろうと思ったらもう最初の吸う段階でまだめちゃめちゃ熱くて、15分ぐらい経ってるんですよ、15分ぐらいずっと目の前に置いてあったんですよ、全然冷めてなくって、うわーと思ってもう一回置き直しました。また5分か10分ぐらい、めちゃめちゃ暑かった、本当にびっくりした。あれはもう大丈夫だろうと思って、あの中国でもね暑いですけどそんなに暑くは出てこないので、どうでしょう、中国だともう10分もすればもう普通にパクって口に入れても大丈夫なのが大体普通でしたんで、これまた日本はねそういうのしっかりやってきますね、逆に言うともうめちゃめちゃ暑い状態で出てきたんだと思います。最初はねもうまるっきり冷めてなくて、で汁が入ってるから余計冷めないんですよね。で、あんが、肉あんがね、中にあって、汁が入って、周りがこう囲われ、あの何や、皮で囲われてる状態です。全然冷めていかないですね。まあ、あれは本当にこう軽くちょっとやけどしますので、痛いですね。かっこ悪いんで、言いづらいですけど、大変。ピュッて汁が飛んで。吸った瞬間、やって思ったんで、首振ったらもう汁飛んじゃって。やけどしました。
まあ痛くはないですね、軽くちょっとヒリヒリぐらいでいいので大丈夫かなと思います。まあ本当にそんな感じでね、めちゃめちゃ熱々のやつができて、まあ熱いのがね、やっぱり料理、熱い料理を熱く出すのがね、やっぱり一番美味しいので食べさせていただきました。もう油麺もね、あの拌麺の方も美味しかったですし、焼き小籠包ももう期待にたがわぬ美味しさでした。あの普通のね、蒸した小籠包まだ食べてませんので、ちょっとお味が分かんないです。またちょっとチャンスがあれば食べたいなと思いますけど、はい、なんか中国人の方でしたね、はい、喋り方が中国語っぽい喋り方、中国語の日本語を喋る中国人の喋り方をされてましたので、ああ中国人の方なんだ。で最後の生産ももう自動なんですね。もうあのレシートをピッてかざすとバーコードがあって、それにピッいくらいくらって出てきて、そこにお金を、セブンイレブンでしたっけ、あの現金入れるとね、あの現金しかでき決済できませんので、現金を入れてで OK って押すと、それシュッと吸ってきますんで、まあ、お釣りがあればお釣りが出てくるっていう感じ、全然人が介入してない感じ。まあその辺はね、なんか中国っぽいねとか思って出ましたけども、あの人介入するの面倒くさくなるのも確かなんで、はい、そこを省いてるなっていうふうに思ってました。でもね本当に美味しかったんでね、まあ朝ね、あの名古屋に住んで見える方一回行ってみるといいかなと思います。はい、本当にあの美味しいなって思いました。久しぶりに上海、あ上海こんなんだったと思いながら食べてました。また機会があれば行ってみてください。今日の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。面白いなと思えばチャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。またね、こういうのもコメントもね、いただけるとね、そこからまた広がっていきますので、よろしくお願いしたいと思います。あ、美味しいね、中華料理とかあれば、今ね、あの辛い中華料理探してます。よろしくお願いします。はい。我こそはじゃないね、うちこそは辛いの出せますよっていうね、あのお店さんがもしございましたら、あのちょっと正直辛いの食べたい気分なので、あのうちの辛好きなメンバーが3人、あと3人いますんで、ヒエーって言いながら食べるの好きなんで、よろしくお願いしたいと思います。情報お願いします。じゃあこんなところで終わっていきたいと思います。またね、バイバイ。